日本海の位置津島海盆は日本海の南西部に位置し津島海峡にかけて広がる海底盆地である島根県竹島の南側沖の北西側に位置する日本と大韓民国との排他的経済水域の双方にまたがっている津島盆地とも呼ばれる日本政府は1973年の第5回太陽推進総図会議と ユネスコ政府間海洋学委員会の共同会議において、これを津島海盆として登録した。1972年に1回目の天然ガスの海洋調査が行われたが、この海盆が注目されるのは、天然ガスが発見された1980年代後半に入ってからになる。最初の商業的なガスの発見は1998年に入ってからである。 15カ所のガス田のうち9カ所から天然ガスが採掘され、こうしたガス発見頻度の高さはこの海域の海底資源の重要性を示している。この海盆のあたりの日本海南西域の特徴としてはとても深く、また大陸方が見られる。沖島の東側には3つの海底山脈が日本列島と平行に並び、東北地方南部の沖合から 沖島あたりにかけて広がる大和海盆とつながっている。津島海盆は沖島の北側に位置する沖合に広がっている。韓国政府は移領海盆と呼称している。2006年海底地形名称認委員会に申請した移領海盆への名称変更は取り下げたものの名称変更を目指す方針は維持している。その後は韓国人研究者が 物量解剖の名称を使った学術論文を多数発表するようになっている。ありがとうございます。